ハロー、脇坂46チャンネルを愛してくれてる皆さん、ナビゲーターのまいまいです。今回紹介するのはみよきまおさんです。みよきさんの可愛さは彼女の明るくてポジティブな性格と自然体な魅力にあります。彼女は笑顔がトレードマークで、ファンからはみよちゃんやまおちゃんと親しまれているのです。みよきさんは2022年2月に乃木坂46の極性オーディションに合格し、同年2月23日に幕張メッセで開催された乃木坂46時間 TV 国政お見立て会でお披露目されました。オーディションに応募したきっかけは乃木坂46のファンだった兄からの勧めだったそうです。1、彼女の魅力はフィルムカメラやギターなどの趣味、そして書道や剣道といった特技にも現れていますね。また彼女は左利きで、好きなものはマグロと紅茶とプロです。これからもまおちゃんを全力で押して押して押しまくりましょう。それでは See you!